フレスネーダーお今ね左サイドからのクロスに対してちょっと中に入ってるポジショニングの時だったんだけどちょっと偽サイドバックっぽくねあのハーフバイタル入ってってそっから裏抜けのタイミングむっちゃ良かったんですよねあフレスネーダーいいかもなこのでかさでこのアジリティはすごいなあフレスネーダー絶対取った方がいいよこれむっちゃいい選手だと思ったでかいんだけどプレス耐勢高くてねアジリティも高くて あの体の向き、守備の体の向き、裏キャとかちゃんと準備できてんだよね。不器用そうなんだけど、不器用じゃない感じ、これ何なんだ、これ。超躍動感があるんだよな。いずれセンターバックとか絶対やらせられるようなさ、めっちゃ好きになっちゃった、これ。いい選手っぽいけどな。スペイン人なのか、スペイン人だね。あ,あ、でもちゃんと、別のスローインのシーンはちゃんと頭の上を置いてるわ。うん、でもあの、ちゃんと、受け手の目線を持ってる選手っていい選手なんですよ。だから、 昨日言ったね、サッカーの高い選手、低い選手を見分ける方法みたいなやつで言うと、どうしたらパス出しやすい、出しにくいとか、それって守備に置いてい、あのー、言ったんやけど、攻撃はね、それをきちんとやろうとして、オンザボールの時、整体、オフザボールの時にも、矢印見るっていうようになるから、オンザボールで生体で矢印見てみたいな。だから、受けて目線をめっちゃ持ってるんですよね。あ、これは覚悟したいですね。フレスネだわ。どのぐらいの確率でくるのこれ。中盤で考えてるのも全然ありそうだよ。 楽しみですねアーセナーはバジョドリーのフレスネーダーのコントを獲得向け指導と、ま、マドリーの現地メディアそれにコリノリセドリックのフラム移籍が可能となります交渉の鍵となるのはアーセナーが1500万ユーロまでしか出さないと決めてるえー、もうちょっと出そうって思っちゃったけどな中野選手とのコンビネーションパスのタイミング悪くないんだけどちょっと中野選手がミスっちゃったりとかしてるから周りが良くなったら良くなるタイプもってかこのフレスネーダー取ったらホワイトセンターバックの左にして曲がり合いスが休ませるもできるんじゃないですかね キービオルに使わないでフレスネーダン使った方がいいと思いましたね、僕は。あとはあれだね、フレスネーダーが両足使えるかどうかとかね、左足のプレイですね。でもアーセナルのサイドバックってそこ絶対条件にしてるって聞くからね。この若さで50億しなくて普通にいいプレイするから。フレスネーダーあれてた激推しらしい。うん。だと思うわ。なんならこの報道されたくなかったんじゃない決め切りたかったんじゃないそう、馬車取りみんな一試合見ないしな。おみやすけがしてると出にくくなるだろうね。いや、楽しみですね。 フレスネーダー楽しみだわ。アルテタがフレスネーダーに電話したって情報出てくるんだよ。そうだ、やっぱ。だいたいさ、いい選手ってアルテタじゃん。<laughs> <laughs> トミフ。ス安もそうだしさ、あの、ラムズ・エルとかさ、あ誰だっけトーマスも多分そうでしょうん。やっぱね、ロコンガとか取らなかったけど、エメルソンとかやっぱりね、エ、う、ル、ん、だから。 あとはね、右サイドバック、ライバルがホワイトと富安になるからね、ダフレスネータ中盤に使うってなったら、それこそ若干の位置に使うんじゃない推進力めっちゃありそうで、あのね、ゴール前に出ていくタイミングがサイドバックの良さじゃなかったのよ。あのタイミングで中入った後裏抜けできないから、めちゃくちゃ楽しいだね。アルテタに監督やらせてたのエドゥって本当あそういう順番だったっけ黒そ、黒円形アルテタ、その後じゃないっけ普通にエドゥが、まあまあ、それはエドゥなんだ。アルテタ守ってんのはエドゥなのかどうなんだろうね。 ある程度激推ししたのはエドゥ。へえ<ー>。それはそうなんだね、本当にじゃあショデクイということは。